こんにちは、のぶや本店ののぶです。今日のテーマは体のカサカサなんとかなりませんか。こういった内容でお届けしたいと思います。視聴者さんから質問をいただきましたので、まずはそのコメントを読み上げさせてもらいたいと思います。スノーさんから、のぶさんに相談です。私もゆしゃんと体も顔もお湯だけ生活を3月から始めたのですが、体で悩みがあります。体をお湯で、場所によっては少し手でこすったりですが、腰のあたりや体の側面のあたりがものすごく粉を吹いてしまっています。粉を吹く場所をお風呂の時に手でこすってみても改善されません。お湯をぬるめにしても同じです。服を脱いだり着たりするたびに粉が落ちてきます。夏になっても同じです。どうしたらいいのでしょうか。全部お湯にして、私個人は心地いいので続けたいです。こういったコメントをいただきました。このお話ね、のぶさんは過去にこのチャンネルで何度も湯シャン、そして脱ボディーソープのお話をしてきました。この2つ知らないという方いないと思うんだけど、一応説明させてもらうと、頭皮をシャンプーで洗いません。体をボディーソープや石鹸で洗いません。まあもうちょっと付け足すと、のぶさんの場合はお口の中を歯磨きペーストをつけて洗わないと、ブラッシングだけと、ね、つまり、自分の体を洗うという行為にお湯、お水以外のものを使いませんよと、そういったことね。まあ補足させてもらうと、髪の毛に整髪料だったり、何かそのお湯や水だけで落ちないものをつけた時は髪の毛だけシャンプーしますよと、そういった生活を十数年しております。そこでこういった質問をいただきました。体が粉を吹いてしまう、つまりカサカサになっちゃうってことだよね。今日はこのことについてお話ししたいと思います。そしてその後、関西方面にお住まいの方に耳寄り情報がございます。のぶさんのおすすめの美容師さん紹介しちゃいたいと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では早速参りましょう。まず最初に10秒だけください。昨日の動画でラー油のお話しました。のぶさんはね、三重県久喜産業と言ってしまったんだけど、実は正しくは久喜産業さんでした。コメント欄で教えてくれた方がいらっしゃいました。ありがたい、間違ってました。久喜産業ではなくて、正しくは久喜産業でした。訂正させてもらいます。久喜産業さんのラー油めちゃくちゃ美味しかったので、概要欄の方に久喜産業さんのホームページ貼っておきますので、ぜひお取り寄せおすすめです。では本題、このスノーさんの体は石鹸で洗っておりませんね。ボディーソープも使っておりません。お湯だけです。でも体が粉を吹いてしまう、このお悩みね。どうものぶさん的にはこのコメントの中に全て答えがあるような気がしてならない。それはですね、腰の周りや体の側面が粉を吹いてしまうと。しかもだね、粉を吹く場所をお風呂の時に手でこすってみても改善されませんと。これね、ちょっと考えてみましょう。お湯で洗うようになりました。なのに体が粉を吹いてしまう。なのでこすってみても改善されない。ここね、のぶさんはこれが答えだと思ってます。どういうことか説明しましょう。まずはですね、そもそも体が粉を吹く、つまりカサカサするということはどういうことなのかというと、油が取れてしまっている、これに他ならないんじゃないかなと思うね。石鹸やボディーソープを使わないということはですね、必要以上に油を落とさないということであるわけなんだけど、こするということは石鹸やボディーソープを使わなくてもより油を取ってしまうということになるんじゃないかなと。なので、このお湯の温度を下げてみても改善されないってことは、こすることをやめてみたらどうでしょうかと思うわけね。これ普段生活してて一番体がお洋服と擦れる場所でもあると思うのよ。スノーさんが言うには、腰のあたりや体の側面がと。しかも服を脱いだり着たりするときに、より粉が落ちてしまうと。これはですね、そもそもその場所が一番擦れる場所なんです。服を脱いだり着たりするときも擦れるし、普段の生活の中で擦れる場所だと思うのね。それプラス、骨が出っ張ってるところでもあるよね。骨が出っ張ってるところっていうのは硬いから余計に擦られやすい。例えば、お尻の一番膨らんでいる場所がカサカサになるね、粉が吹いちゃうっていう人あんまりないと思うんだよね。お尻も意外と擦られてはいるんだけど、硬くないからあまり擦られにくいというか、擦られる力がピンポイントで加わりにくいと思うんだよね。腰のあたりというのは骨が出っ張ってるところなので、ぶつかりやすいと。まあ、もっと言ってしまうと、例えばだね、女性の場合ね、おっぱいの下、ね、おっぱいの下の、チップさんの下のエリアとかっていうのは基本的にあんまり擦られないし、そもそもが柔らかい部分だよね。なので、そこが粉が吹いちゃうとかっていう人いないはずなの。
これはまさに硬い場所であるということと擦られるということ、この2つなんじゃないかなと。もっとわかりやすいのは足だよね。足のかかとがカサカサになってるって人たくさんいると思うんだよね。かかとって硬いし擦られるでしょ。じゃあ土踏まずがカサカサなんですって人いるかね。土踏まずが粉を吹いて硬くなっちゃってますみたいな人いないと思うんだよね。これは土踏まずは一番足の中でもどこにも擦られにくいということと柔らかいということ、これなんじゃないかなと思うね。じゃあどうすれば解決されるのかというと、その粉が吹いちゃうからといって擦らない、むしろ逆に粉を吹いてカサカサになっちゃうところほど擦らないように気をつけると、なるべくほっとく、これが一番いいんじゃないかなと。特にだね、腰の周り、体の側面にびしょびしょに汗をかく人っていうのはそもそもいないし、基本的に裸で清潔してるわけじゃないんでね、その部分に何か汚れが付着しやすいなんてことも全くないので、お湯が通ればいいみたいなね、シャワーまたはね、風呂桶の中のお湯を洗面器でかけるでもいいんだけど、どっちでもいいんだけど、とにかくその部分をお湯が通れば汚れは落ちてます。そもそも汚れてないと思っていいよね。なので、お湯が通れば OK なんだと、擦らないということね。それプラス何か保湿できるものをつけるのがいいんじゃないかなと思います。例えば軽いものであったら化粧水なんていうのがあるね。それでもカサカサするようであれば何かクリーム状のものをつければいいんじゃないかと。ね、お顔に使ってるものをつけてもいいでしょうし、例えばニベアとかね、あんなのでもいいと思うんだよね。あれだけでつければそのカサカサ、粉を吹いちゃうなんていうのは抑えられるでしょうし、つけておいた方がお洋服との摩擦も軽減されるはずなのね。なので、このスノーさん、どうやったらこれが改善されるのかというと、お風呂に入った時なるべく擦らない。ね、プラス何か保湿できるものをつける、この2つだよね。おそらくこれで簡単に解決できるはずです。一番はやっぱりそのお風呂の時に粉を吹いちゃうからといってその部分を擦る、これをやめることだと思うんです。分かっていただけたでしょうか。で、今回のこのスノーさんのお話、夏場これにお悩みの方っていうのは意外と少ないんじゃないかなと思うんだけど、今現在体をボディーソープや石鹸で洗わないということを継続している方、もっと言ってしまえばこの夏から始めた方、どうしてもこの後ね、数ヶ月経って秋冬になった時、空気は乾燥してきます。なのでどうしても今はその問題が起こってなくても秋冬には直面する方いるんじゃないかなと思いますので、その時ぜひね、今日のお話思い出してほしいんだよね。擦るから余計にカサカサになる、カサカサを落としたいから擦りたくなる、この負の連鎖どこで食い止めるかというと、まずは擦らないということだね。肌が粉を吹くというのはやっぱりね、擦られない限りはそう簡単にはカサカサにならないと思うね。よほど何かその皮膚疾患ね、例えば菌であったりね、そういったものの感染症だったり、アトピー性皮膚炎のようなね、よほどそういった病院で病名が付けられているようなものでなければ、普通の生活している中で体が粉を吹いてしまうというのは明らかに擦られてそうなっているということね。そして夏場はそれが起こりにくいんだけど、冬場はより空気が乾燥して肌がカサカサになるので、ものすごくその傾向が強くなりますよということは覚えておいてください。それと夏場でもね、朝から晩までかなりこうエアコンが効いた部屋にいる時間が長く生活している人、まあそれがお仕事だろうがプライベートだろうがね、エアコンというのは本当にね、気温を下げるだけではなくて空気を乾燥させます。ましてやエアコンの風が直接当たるような場所にいる人というのは、その部分はねすごく乾燥するのね。なので、これは冬だけの話ではなくて夏場でも結構この乾燥というのは進んでたりする。プラス、体が冷えるというのは、つまり乾燥を促進するということなのね。体が冷えるということは皮膚の表面にも影響が出るわけね。このことを考えると夏場でもこういったことが起こりうることなので、ぜひともまず最初にやることは擦らないということね。この擦られることによる摩擦をいかに軽減できるのかということに着目する、これが一番なんじゃないかなと思います。ぜひとも今日のこの動画の内容を意識して実践してみてください。ということで現場からは以上です。ではここからはノブさんのお友達を紹介したいと思います。関西地方の方、特に大阪心斎橋と聞いてピンときた方、ご注目。紹介しましょう。大阪心斎橋でマニトガという美容室をやってますしげさんです。このしげさん、もう数年前からね、ノブさんのセミナーに通ってくれたりなんかして仲良くさせてもらってます。そして、彼今 YouTube チャンネルを運営しております。前にもね、ご紹介したんで、熱心な視聴者のあなたはもうすでに知ってるかもしれないんだけど、そのしげさんのところに、ノブさんの YouTube を見ましたという方がゲストとして
しげさんのお店にご来店いただいたと、こういった嬉しいご報告いただきました。その様子ちょっと見てもらいましょう。ドン。はい、どうもマニトガのしげです。はい、ではここから施術スタートになります。施術に後ろをまあ少しラインをキャラしく生えた髪の毛のところをまずまんべんなく抜いておいてくださいね。うん、で今回紹介させてもらったゲストさんがこの YouTube を見て来ていただいたんですけど、実はこの人、そう、千葉行徳にあるのぶや本店ののぶさんの以前の動画でしげさんのことを紹介してもらってたんですよね。うん、でまあ今回来ていただいたゲストさんがその動画を見てもらってて、まあしげさんのことが気になり、まあ来てもらったと、まあこういう経緯やったんですけど、こういうありがたいご縁が広がって嬉しいことがどんどん増えてね、ほんと来ていただいたゲストさんや紹介してもらったのぶさんに本当もう感謝でしかないと、うん、思うぐらいもう本当にねありがとうございます。えっえっ、なのでしげさん、ここマニトガでお待ちしております。こんな感じでね、のぶさんの YouTube を見たという人がしげさんのお店に行ってくれたと。のぶさんはですね、この YouTube をやる前はブログと Facebook でたくさんの人に自分を知ってもらおうと思って発信を続けてきました。そこでもね、すごくたくさんこういった現象っていうのは起こって、インターネットの発信によってのぶさんを知ってくれる、のぶさんの発信によって誰かを知ってくれて、その誰かとのぶさんの知らない誰かがつながっていくみたいな現象ね、こういったことがたくさん起こったわけなんだけど、 YouTube を始めてさらにそれが加速してね、のぶさんの YouTube によって、あの人とお知り合いになって、ということをすごくねたくさん日本中で起こっております。のぶさんこういうのね大好きなのね。自分がきっかけで誰かと誰かが出会って、まあ、主にヘアサロンとそのゲストがね、のぶさんがいなければ出会わなかったみたいな現象が起こっているということをのぶさんすごく嬉しく思うし誇りに思っております。このしげさん、のぶさんのセミナーをたくさん受けてくれてるんでね、カットの技法であったり、この仕事に対する考え方はかなりのぶさんに近いものを持っています。なので、ちょっとねのぶさんのところは遠すぎるし予約取るのめんどくせえしお金が高すぎる、そういった風に思ってらっしゃる方、実は大阪にもいいサロンありますよと、おすすめですよと、こういったお話でした。ぜひですね、このしげさん気になる方はですね、彼の YouTube をしっかりとご覧ください。のぶさんね、日本中に同業者のお友達たくさんいて、関西にもたくさんいるんだけど、のぶさんの考えるザ関西人、ね、ザ大阪人、ミスター大阪と言ってもいいぐらいのこのしげさん、本当にねこってこての大阪弁だし本当に面白い人だなっていつも思ってんの。これもね YouTube のチャンネル見てくれるってめちゃくちゃわかるからね、あこの人私合いそうだわという方はですね、ぜひ YouTube のチャンネルをたくさんチェックしてその上でしげさんのところ行ってみてください。その際はですね必ず信屋の信さんの動画を見ましたとこの一言を添えていただけると、あそうですかと、二人の共通言語として信さんをぜひともね利用してみてください。でね、のぶさんね、本当に日本中に同業者の友達たくさんいて、YouTube やってる友達もいるんだけど、たまにね、どこどこに、のぶさんのおすすめの美容師さんいませんかみたいなコメントだったり、Facebook のメッセンジャーでいただいたりするんだけど、これね、いちいちお答えしてるわけにもいかないんだよね。のぶさんはね、残念ながら、美容師斡旋業者でも何でもないのでね、こうしてたまに気まぐれで、動画の中でね、お知らせさせてもらうということで勘弁してください。それとね、間違ってもらっては困るのはのぶさんがこの動画の中でおすすめしたからといって必ずしもあなたに会うなんてことはのぶさん全く思ってないし、断言できません。それはあなたの判断で必ずしっかりとリサーチをして自己責任で言ってください。これは、のぶさんのせいにされても困るのはもちろんなんだけど、そののぶさんが紹介した友達もね対してね、リサーチをしないで来られちゃうと意外と困っちゃうってことはあるのよ。本当は自分はこういうことが得意なのにそうじゃないことを求められてきてくれるお客さんがいちゃったりするとね、お互い悲しい思いするので、ぜひとものぶさんのおすすめを鵜呑みにせずにしっかりと情報を収集して、それで間違いないなと思ったら自己責任で訪れるようにしてください。では
今日も最後までお付き合いありがとうございました。もうお察しの方も多いと思いますが、今日ノブさんお休みですね。2019年、2020年の初めぐらいまではめちゃくちゃノブさんね、あの死ぬ気でお仕事してました。セミナーもやってたのでね、全国回ったりなんかして、休みは月に2日あればいい方みたいな、そういった生活をですね約8年間してました。でも去年からね、そういったことをやめて、かなりのんびりと生活をさせてもらってますので、今結構ね週休2日ぐらい取ってる感じかな。しかもだね、定休日っていうのはまあ一応火曜日は定休日みたいにしてんだけど、それ以外はですね気まぐれで休みを取っております。まあとは言っても半年前にはね予約を受け付けてるので、かなり前から計画してるんだけど、別に何かこう予定があるから休みを取るというよりは、予約を開始する前に適当にちょこ休みをね、取っております。今日がまさにそういった日で、車の中からお届けしました。ちなみに今日はね祝日なんだよね。これ、今日の休みを決めた時はまだ祝日じゃなかったの。後から祝日ができたでしょ今日。だからねなんか失敗したなと思ってね、これからどっか遊びに行こうにも道が混んでるでしょ休みの日、祝日っていうのはね。だからまあ出かけるとしたら夕方ぐらいからかなと。本当はね気持ちの上ではまたあのタコの仕入れに行きたいなと思ってんだけど、ノブさんの家からタコを釣りに行く場所っていうのは、あの観光地の方に向かっていくというかね、行楽に向かう車でめちゃくちゃ混む方向なのよ。なのでその人たちが一通り終わって、その後ゆっくり行こうかな、どうしようかなみたいな、そんな感じで考えております。まあそんな感じで今日はノープランなんですが、のんびり楽しい一日を過ごしたいなと思います。それと8月5日夜9時半からライブ配信第5回目やっちゃいます。このチャンネルの編集&音楽担当の赤ズも福岡県田川市から駆けつけて、のぶさんとこの赤ズであなたと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思います。今のうちにスケジュールの方をチェックよろしくお願いします。ということで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。チョキでした。ありがとう。